あなさん、こんにちは。ひこです。それでは今回なんですけども、スイカ乗車でポイント還元。10月以降はモバイルスイカは2%、カードは0.5%の JRE ポイントの還元。 ということで、今回はキャッシュレスで交通系電子マネーの中でも圧倒的なユーザー数を誇る Suica についてのニュースがありましたので、それについてお伝えしていこうと思います。それでは早速、公式ページを参照しながらお伝えしていこうと思うんですが、今回は駅中、駅ビルやクレジットカードの利用で貯まる JR 東日本グループのポイントサービス、JRE ポイントがなんと、10月の1日から鉄道の利用で貯まるようになります。これはご自身の Suica を JRE ポイントに登録すると、JR 東日本に上 乗車のたびににポイントが貯まるるようになるということでしたいや、これは鉄道を利用する方で、スイカユーザーの方からするとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ちなみにこれは JR 東日本に乗車するたびにポイントが貯まるので、全部が全部の鉄道というわけではなさそうですね。 で、JRE ポイントが貯まるパターンというのは3つありまして、まず1つ目は JR 東日本の在来線に乗車すると1回ごとの利用額に応じて貯まるということ。そして2つ目は Suica グリーン券を購入すると1回ごとの購入額に応じて貯まるということ。そして3つ目はモバイル Suica 定期券を購入すると購入額に応じて貯まるこの3パターンということですね。 公式ページにはイラストもありまして、例えばスイカで在来線を利用するときに、モバイルスイカの場合だと1回のご利用額 ×2.0% のポイント還元。ちなみに1回のご利用でも最低1ポイントが還元されます。そしてカードタイプのスイカをお使いの方の場合は、1回のご利用額 ×0.5% のポイント還元ということで、こちらも同じく1回のご利用で最低1ポイントが還元されます。 ちなみに、モバイル Suica の定期券の購入のご利用の方の場合は、1回の購入額のかける2.0%のポイント還元となっています。まあ、これを見る限り、結構、まあ、モバイル Suica を押してるっていう感じもありますね。 で、今後、スイカに関するサービスとして、まあ、先ほどの還元以外にもいくつかありまして、まず JRE ポイントが貯まるということで、まず一つ目はタッチでゴー新幹線。こちらも還元率に関しては先ほどお伝えした内容と同じで、これに関しては2020年の春以降に導入予定ということと、もう一つ下の回数券のように繰り返しスイカで乗車するとさらに貯まるということで、これは乗車1回分等のポイント還元で、こちらは2020年12月以降に導入 予定となっています。 次に JRE ポイントを使うことに関しては、まず上の部分の1番ですね。駅ネットで JR 東日本の新幹線の座席をグランクラスやグリーン車にアップグレードできたりですとか、あと2つ目、この下にあるんですけども、駅ネットで JR 東日本の新幹線、在来線、特急列車に乗車できる特典チケットと交換ということで、これはそれぞれ2021年の春以降に導入予定ということですね。ここまではスイカに関するポイント還元や特典などの紹介だったんですが、 今、スイカや交通系電子マネーのキャンペーンもありまして、それがこちらなんですけども、簡単チャージ、セブン銀行 ATM でスイカやパスモをチャージしたら、抽選で1万名様に現金1000円プレゼントということですね。こちらは、期間は9月の1日から9月の30日まで、場所は関東、東北、甲信越限定となっています。 キャンペーン対象の交通系電子マネーとして、まあ、キタカとかスイカ、パスモなど、まあ、結構あります。あとはキャンペーンページにてエントリーが必須となってまして、累計5000円以上の現金チャージが条件となってますので、ご興味ある方はぜひですね、セブン銀行 ATM でスイカのチャージを試してみてください。まあ、そんなこんなで今回はスイカが乗車でポイントが還元されるということと、セブン銀行 ATM で交通系電子マネーのチャージのキャンペーンについてお伝えしました。いや、ま、あここに来てスイカがこのように攻めてくるのは かなり興味深いところではありま,すまあ、Suica のチャージに関しては、クレジットカードでチャージしたら、その分のポイントも含めると、さらに恩恵を受けることができるので、PayPay ペイペイなどのコード決済が盛り上がってる中でも、交通停電しまうね、もうまあ負けてられないという感じですね。今回の Suica のポイント還元やキャンペーンなどに関しては、対象の方やそうじゃない方もいらっしゃると思います。なので、下の概要欄にそれぞれのお今お伝えした公式のリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日はどう 動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。